始まります。はい、どうぞ。網走安心堂のアラピックヤマト。はい、やっぱりそれ狙い。アラビックヤマトってそっち狙いかい。ちょっとだけようでした。うん、海苔の話は先週したんで、うん、わからない人はあの先週の録画を見てください。いや、今もう午前中患者さん2人やったんでまだ汗だくです。はい、詰まってやったんで、はい、大変でした。うん、みんな今すぐってしばっかりだから本当、うん、今日はもう昨日のうちに朝一入っててしまったんでね、まあなんとか来てくれたんでよかったんですけど、この後午後からもちょっと入ってるもんですからね。ここしか今昼飯前に余裕はありません。余裕がなかったんで始めました。腹減ってきてあんまりちょっと声に吐きがないかもしれない。うん、先週ちょっとな、うちのやつの方にマイク寄りすぎてるんで、うん、笑い声がもう。すいません、音割れるぐらいでね。すいません、今ちっちゃいかな声。わかんないけど、流氷来てます。でも今日はねちょっと暖かいんでね。うん、離れたね。全然さっきの朝はなかったような気がしたけど、うん、昨日はもうなんか港までびっちりだったみたいなんですけど、寒かったもんね。昨日一昨日から始まったんだよね、オーロラ。あ、そっか、20日からだから。でもその前なんだか、うん、中国の人だから乗りたいっていうか特別臨時便みたいなの出したみたいな、うん、一応20日から運行で、昨日乗った人が一番良かったんだよね。うん、初日もなんか沖の方にあったみたいなね。最近来るのは早いよね。早いね。でも去るのも早いんだよね。もう2月20日頃には、ね、いなくなっちゃったりするから、こっから1ヶ月しかもほんといないんで、うん、どしどし網走来てね。オーロラ来たついでにあの道の駅にうちの看板がありますんで、そっから 500m なんで歩いても来れます。寒くて冷えた体だなと、うん、マッサージでほぐしてあったかいものも食べて行くといいかもしれないね。あったかいもんないか。ないない、うん、寿司とかだもんな。うん、今日はまだ明るいんでね、ちょっとだけ外の映像も映してもいいんだけど、まあ、その窓からは雪山しか見えないですけどね。しかも線つながってるからね、あんまり持っていけないんですけど、ダルビッシュついに決まってしまいましたね。うん、46億円、うん、すごいね。まあ本当は松坂の時の方がね60億円ぐらいだから、うん、でも円高だからしょうがないんだよね。うん、松坂の時111円ぐらいだったと思ってくれ、うん、今76円ぐらいだから、だからドルにしてはもうダルビッシュの方が多いんだけど、うん、最後までなんか5年契約か6年契約かなんか悩んだみたいな。サイ・ヤング賞ってさ、日本の沢村賞っていうの、投手の一番いい賞を取ったら5年でフリーにしてくれるとかっていうけど、また随分厳しい条件なのこれだと。まあでもダルビッシュならやるかもしれないし。行っちゃったね、やっぱり。うん、日本ハムに入った40億円はどうなるんでしょうか。はい、旭川にね、球場ができ、ナイター設備の球場が来年5月ぐらいに出来上がるんで、それなんか2億円寄付したとかっつって、ね、うん、ナイター作るだけで10億かかるとか。かかるわな。だってドーム作るのに100億だからかかるって言うからね。だからよく札幌作ったなと思って、まだ球団も誰も来ないとか言って、ね、最初西武がなんか準フランチャイズにするとかって話もあったけど、突然日本ハムが手を挙げたのとか、ちょっと最初西武怒ってたみたいだけどね。でもそんな準フランチャイズよりな、本当にフランチャイズにしてもらった方が絶対嬉しいだろうから、相当やっぱり札幌ドームの方が条件がきついみたいで。だってあれ、食ってるものとかの売り上げが全部札幌ドームに行っちゃうと思って、球団には入らないとか、掃除するお金も全部球団が払ってるとかって前聞いたけどね。横浜球場だってあれ市民がお金出してるよね。うん、20年間だからそのシートをキープされてるみたいな、あれ、うん、だからなかなか移転もできないんじゃない。これはなんか新潟の方に移転したらいいのかなと思ったけど、そうもいかないみたいな。中畑監督どうなんですかね。まあ、
栗山もまだ1年目はちょっと B クラスでもしょうがないかなって感じで、ね、うん、4位ぐらいでもいいかなって感じで、だってやっぱり自分でもそんな指揮したことないからね、まだ手探り状態だと思うから、思い切ったこともいろいろやる、やって失敗もするかもしれないけど、まあ、うん、それは温かく見守ってようかなと思ってね、年も近いことだし私と3つぐらいしか変わらない。最近ほんと平成生まれの人が患者さんに来るんでね、ああそうだね、平成4年とかね、5年とかね、5年とかね、この間、ああこの間農大生の人か、うん、あ違う、あの農大卒業した女の人で、お父さんも俺より年下だけ47とかだから6だかとか、46だな、一つ下だね、ショックだったもうそんな大学卒業するような子供いてもおかしくねえだろ、うん、まあ、うちの親も僕は23で産んでるんでね、同じだけど年配でしたらね、うん、中田翔のお母さんも俺より年下だしね、うん、やんなって、だって25で結婚して子供生まれてたらね、うん、もう22だもんね、うん、いてもおかしくないよね、今年は年男です、はい、前でも言ったか言った、ダルビッシュに行くレンジャーズっていうなんかテキサスすごいなんか砂漠みたいなとこだから、うん、乾燥して球もすごい飛ぶみたいで、球場もあんまり大きくないんだよね、うん、だからマウンドもすごいコンクリートのように硬いっていうから、それでみんななんかちょっと足とか腕とか痛めたりするんだよね、うん、そういうところで飲むとかすごいなと思ってね、あんな投げ方でもさ硬いマウンドで投げたんだから、しかも全然大リーグ行くつもりなかったのに突然行ったんだからさ、うん、下準備も何もしないで行って、松坂みたいな準備しても怪我したりするんだからさ松坂も今年で契約終わりだからね、頑張んないと、手術してどうなのか知らんけど、レンジャーズってね、あのマリナーズとか、だかイチローのいるとことしょっちゅう当たるのさ、あーそっか、4球団のそこの中だから見れるね、イチローとかダルビッシュ、あとエンゼルスとか強いのがあるんだ、うん、エンゼルスってあのすごいバッターのプーホールズとかとかいいんだけど、うん、で岩隈と投げ合うかもしれないしさ、岩隈行った人でマリナーズに、あと 川崎もいるけどさ、うん、でレンジャーズもまた上原とさ、うん、立山がいるし、うん、だから、まあ、上立山は中継ぎだから、まあ、ダルビッシュ中4日で投げるだろうから、100球投げたらどっかえられちゃうからね、うん、でも打線もすごいいいみたいだから、うん、10勝以上のピッチャーが4人だか5人だかいるっちゅうから、ダルビッシュ入ったら1人先発から抜けちゃうみたいな、そのぐらい余ってるから、ね、強いみたいだけどね、うん、離婚も成立したみたいですなんか昨日だからテレビ言ったけどね、一時なんかあれ、うん、慰謝料っていうか養育費月1000万とかって話だったんだけど、うん、この昨日の話ではなんかそれでも月200万、うん、月200万なんて使うかよって話だね、慰謝料は税金取られるんだけど養育費は税金取られないでしょ、うん、で君の母は言ってたよ、そんなこと言ってた、そう、慰謝料っていうのは、うん、慰謝料はないって言ったしや、うんうん、慰謝料っていうのは税金かかるんだって、うん、でも養育費って税金かからないから、うん、考えてなかなかうまいことをやったなあの女って言ってたよ池田のお母さんがそうなんだって、そんな話したの、そうそう、電話でね、この前電話した時に、うん、何でも物知りだね経験者は必ず、経験者シッうちの親バツイチです今再婚してますけど、だから身内は違います、はい、子供より先に2回目結婚したんだよね、本当にまた行くのよとかだっていやお前らに迷惑かけたくないからとか言って言うから、何でなんだ、再婚して94年だから18年、そんなんなるんだね、でもうちらだってこの間11年だったからね、おお、そっか、結婚11年何もしたやつ1月18日いいやの日です開業は4月17日なんで良いなんです、いいや良いなって、開業には割と覚えてるけど、うん、結婚結婚式何もやってないんでね、だけだからね、婚姻記念日みたいなもの
タイアンだったんですよ、ね、どうでもいいみたいな。私はタイアンだった。その分なクリスマスと一応誕生日にプレゼントしてたんですけど、うん、誕生日何くれんだろう今年は。今年クリスマスもなかったんやけどね。なんとあなんかあれドンキあドンキあなんでいいのか言ったドンキコングリターンズ。クリスマスはなんかその後の時に買うかもしれないし。え？あのいやクリスマスじゃねえや誕生日はさ、うん、もうちょっとその後の2ヶ月後ぐらいなんと時にやればいいんだよね。何の話やってそれは半年後分かります。内輪の話か違う。そんな話とかね、なんか月年末から母ともメールしてるんですけど、ダルビッシュのように難航してます。難航決裂しそうになってます、うん、長期化になってます。タイムリミットは明日ぐらいだ。何の話か分かんない。今日そういえばあれ年賀状の今年でも発表だ、うん、あれね、ハワイ3泊5日旅行が入ってたけどね、うん、先週も言ったかしら。言った当たった試しない。うん、2等も当たんないわ、うん、最近3等だもん、3等も当たんないってさ、うん、3等昔3桁だったら今4桁ぐらいでしょ、だから、うん、当たんないよ、うん、今日はまた下がったアングルにしてみました。いや、いや、特にあと話題ないです。話題ないですって、先週アラビックヤマトで盛り上がったんだよ。払えてからあんまり話題、うん、ちょっと外の映像でも出しますか。からじゃ向かいの鉄工所しか映らないんだけど。ちゃんと映るかな。ちょっと失礼します。画像が揺れます。くるっと反転して。これです。これうちの親の車ですけど。もう2月で車検切れて終わりです。廃車です。もうちょっとこっちが映る。これ窓の下もね、こんなに雪があるんですけど。窓の下あの除雪しないと屋根から雪落ちてきたんですね。ガラス割れちゃうんで掘り返して、うん、こっちの国道の方も山雪がの山で映ってる、うん、なんか映ってる、看板映ってる。俺でも雪の山で車が見えないわ、走ってても。今度の水曜日だからもう3日後に排雪入るんで、来週だったらもっと綺麗に見えるかもしれない。まあね、よくここにカメラを置いてただ流したこともあったけど、うん、それなんかスティッカムとかあったやつでね、うん、今日の夜からまた雪降るみたいで明日届くみたいですね。ちょっと待ってこう、あれ、おたく頭切ってこうか。外が、あの空がちょっと白っぽいね、雪雲がかかってる。あれ、おたく映ってる、端っこに一応映ってる。また画面ちょっと斜めになってるな。楽天ブックスから 何を買ったんねんって怒られた。また買ったな、何でも物買いすぎです。読書と私何も買ってないのに、一人で CD とかも買わないでください。すんまへん。将来に将来はいいよ。あ、こんなツルツルしてねえんだ。次は Mac に決めた。まあ将来 Mac にするかもしれない、うん、Mac と Windows とかってずっと前に出たやつなんですけど、まあ Mac は全然わかんないんで、こう Windows 入れた時のために、まあ、Mac に Windows 入れて両方使えるんですよね。だからこれなんだか難しそうだな。最近なんかパソコンの Facebook とかなんだっけね、 Evernote そんな本買ったんだけど、
分からなくて結局売ってしまってんだよね。頭切れてるの、こうこの辺か、画面から頭が切れてます、これしゃがまないと。楽天とかアマゾンはね、無料でほとんど送料なしで来るから、うん、しかも家で待ってれば来るしね、うん、検索してれば簡単に見つかるから、本屋さんも大変だろう、うん、パソコンできない年配の人はね行くだろうけど、うん、そのうち電子辞書、もっと電子書籍が増えてきたらな、本もなくなっちゃって、うん、どうなっちゃうの、学校の教科書もな、こうやって iPad で見たりして、うん、どこだっけ、おコッペじゃない人、この iPad、 ちっちゃい町ね、なんだっけ、初三別村、うん、初三別村の学校みんな iPad 貸し出して、うん、中学校だったからな、うん、こうシュッシュッってやつ、しかも iPad 通貨よと思って、いいな、ちっちゃい村だからできることだよね、うん、少し待ってれば気になってるんです、買えたの iPad 2、少しでもないけどさ、最初のやつは買ったらダメなんだ、そうなんだね、ちょっと頭が切れてる、下向きする余っちゃってる、放送中にカメラを直してる。さっきちょっと雪の映像を映した、若干2人とも左に寄ってる、左、うん、いや、いい、曲がってるの、こう曲がってはいないけどさ、こうなった方がいいの、いや、そういうことじゃない。あ、違う、こっち側が空いてるのか、人こう、うん、もういいんだ、別にそういうことじゃないの、うん、そうそう、ちょうど昼ですね、はい、うん、話題がないです、話題がないよ、網走検定ってさ、うん、この間一級受かりましたとかって書いてる人いたんだけど、うん、段とかもあるんだって、そうなんだ、うん、なんか商工会でやってるんでしょ、なんかよくわかんないけど、網走やっぱりハワイにも興味あるしな、ハワイ検定なら2級です。一級はなぜか神奈川でしか受けれないんで無理です、二級と三級はねパソコンで受けれたんだけど、二級ギリギリ合格しました、ギリギリだったの、そう、あれ85点以上だからね、ギリギリ85点だった、同じ日に受けたんだよね、そう、連チャンでね、連チャンでね、4択でやる、うん、パソコンだから一応カンニングもできるんだけど、それに本いっぱい開いておいて、あとインターネットでも調べたりするけど、まあ、時間は決まってるんでね、うん、急いでやらないと間に合わなくなっちゃうんで、3級の時は、なんかもう3回、なんだっけ、もう一回見直しできなくてさ、うん、またってボタン押しちゃっても、ああ、そうだ、一発でそれやったけど、それでも85点ぐらいは取ってたんだけど、うん、2級はちょっと15分ぐらい余らせて、さらによく調べたりして、うん、ホノルルマラソンは12月の第2何曜日、第1土曜日か、第1日曜日か、第2土曜日か、第3、あ、第2日曜日かとかってあったんだけど、うん、第1か第2のどっちかの日曜日なのを覚えてたんだけど、間違えたの、結局あれ第1だと思ったけど第2だったの、うん。だって12月の中頃になんか やるんだなと思ってね、うん、やってるのが目的なんでしょ、目的じゃなくて目標だべって、ああ目的じゃなかった、目標なんでしょ、50歳になったって、ね、うん、目指してマラソン中やあとにかく 42.19 ぐらい歩けばな、うん、9時間で歩けば一応完走賞はもらえるけど、うん、それ以降でもまあ、ね、一応ずっとゴールは設置されてるから、うん、10時間、4時間ぐらいかかって子供とかも歩いたりしてるしね、うん、何年か前90歳のおじいちゃん、完走したおじいちゃんいて、尊敬するよ、90歳で海外旅行行くだけでも大変なのにね、うん、
マラソン完走したってことね、すごいなと思って。いや、なんか変な衣装着て走って歩いてる人もいるし、走ってる人余裕あるな、すげえなと思って。俺が絶対もう裸に近い格好で歩かないと暑くて死ぬぞって話してて。暑くないんじゃない？いや、やっぱ日出たら暑いよ。25度ぐらいになるね、うん。タンクトップと短パンだね。お尻でもな、出た人何人か来たことあって、うん、うちの旦那3回ぐらい出たことあるよとかね、もうすごいなと思って、うん、毎年ハワイ行ってるような人もいますしね、うん、密かにいることはいるみたい。ハワイアンショップがなかなかね、北海道にないからね、うん、札幌行かないと。札幌行ったってね、うん、お店なくなってたりして。 4月にできてお盆休みに行ったっけ、もうなくなってたとかやって、うん、びっくりしたことあって、3ヶ月でなくなったのと思って。あ、しょうがないからな、家でロコモコ作ったりな、うん、そうそうそう、スパおむすび作ったりね、ロビロビサーモンとか、うん、あとアヒポキとかね。アヒポキはマグロの漬け、漬けですね。ハワイも魚介類美味しいね、本当ね、うん、パあと野菜とじゃあ野菜じゃなくてフルーツもな、うん、フルーツと魚介類は本当に島だからやっぱ美味しいね、うんうん、シーン。もう来週来週で1月最後に放送になってしまいますね。本当早いね。今年はもう元旦から放送してますよね。うん、ああそうだね、うん、元旦から放送して次の日歯抜けたんでしょ。歯だいぶ良くなって、やっとね、昨日17日ぶりに酒飲んだんです。チンタオピールを2本ほど飲んで、何でもなかったです。まだ根の掃除してね、多分金歯入れると思うんですけど、ちょっとしか歯残ってないんだけど、骨にちょっと癒着してるから抜くのもちょっと大変だからってことで、まだ根の掃除をしてますけどね。だからもう軽く左で噛んだりも、左の歯なんで噛んだりもしてるんですけど、もう一回ぐらいは掃除するかもしれないけど、歯は大事です。はい、本当ね、君がよく知ってる時、うん、死に目にあったからね、歯でね、うん、は晴れた。ご飯食うか、うん、皆さん今日は昼夜朝昼兼用ですか。10時頃とか、あ、そっか、うちも休みの日はちょっと遅い朝ごはんとか、うん、でも昼も遅い昼ごはん2時頃に食ったらする、うん、今日のお弁当見せる、うん、いやいいや、前も見せてる、あ、そっか、うん、じゃあ今日は短めに、はい、それでも20分以上喋ってるな、うん、また来週、バイバーイ、あほー、小さい声で言わないの。また来週で、元気だな。